こよしこよしこよしことアップデート。笑うなよ、こらえるんだピオキング、こんなつまんねえことで笑うな。ああ結構怒られたつもりだったんだけどダメでしたね。自分で言ったしょうもないギャグに自分で笑ってしまう。まあ今日も平和っていうことですね。で今回のオープニングのギャグ YouTube で調べYouTube で調べてもそんなギャグ出てこねえよ。で今回のバグブランコバグって言うんだけど、ぜひ作ってみたい方は YouTube で検索してみてください。結構作り方の動画があるから、ただし絶対に投稿はしないでね、削除されると思います。ということで本編入っていこうか。どうもヨシキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、マナーオブファンサプライズということで、領主の楽しい驚きということでしょうか。できたね、久しぶりに超鬼畜トロール制作者シールダーナインさんのコース。このコースはね結構古いんだけど、シールダーナインさんが作るんだったら絶対に面白いよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.02%。 で今週宮崎県行くんだけど、宮崎県の方見てる？ぜひ僕に教えてほしいな。どこに行った方がいいとか言うの。教えてくれたそのコメントには漏れなく僕からのいいねとハートがつきます。全員つけてんじゃねえかお前は。開幕さけーなー。まあ宮崎といえばチキン南蛮、餃子、辛麺、餃子、そしてチキン南蛮と餃子と辛麺が有名だよね。で僕オグラっていう店がめっちゃ好きなんだけど、バレー、そのオグラっていうチキン南蛮を出すお店があるんだけど、めちゃくちゃうまいのよ。宮崎県の方だったら絶対知ってるんじゃない。魚よりもうまいかんな。やばいやばい、オグラだけで5分ぐらい話せるかもしんない。もうちゃんとやっていこう。ゲーム実況としてちゃんとゲームのことだけを話していこう。ムキムキやー。でオグラの何が美味しいかって言ったら、チキン南蛮につけるタルタルソースがあるじゃん。あれがまずチカッパうめちゃん。チキン南蛮食べるときってさ、タルタルソースが足りなくなるようなときない？わー、足らなくならないのよ。そう、このトロールコースの罠と一緒さ、もう十分っていうぐらい詰め込まれまくってるからね。さあシールダーナインさん、今度は僕が調理する番で。あっちゃー。てかさ、ここピンクコインめちゃめちゃ多くない？ 1,2,3,4,5,6,7,8 枚もあんの。まあ8枚も集めろってことは一画面で終わるようなコースだと思うんだよね。むやみに右に行くな、左に伝が見えんな、こっちが正解なんじゃないか。よしよしよし、ナイス反射神経。多分これで終わりなんじゃない？ OKOK。 さあ中間ポイント取れたね。いや1枚が結構楽だな。そして左から順々に攻めていこうか。この緑の土管入っていきたいと思います。なんだドクロリヒト。今思ったんだけど、8枚ものピンクコインを集めろってめちゃくちゃ長くないか。いくら一画面コースでもよ、8枚はすごく長いと思う。ありがとうね、キロコ、そんなところに隠れてたんだね。なんだバネじゃらすんだって。まだ間に合うか。Go to hell。 ゆっくりでゆっくりでいいんだマリー、落ちてしまえばこっちのもんさ。さあファイヤーフラワー取って、この先さっさと進んでいこうではないか。あのパワーブロックちゃんと取らせてくれんのかい。一旦このまま落ちてみようか。Pスイッチで右のブロックが破壊されたってことは、 Pスイッチも持っていかなくちゃいけないのかな。一旦持ってってみる。そしてすぐにパウを持っていく。でパウだけ発動しても右のブロック破壊されないから、 Pスイッチを踏めて OKOK。 さあドクロリフト、何もしてくるな。ドクロリフトなんで僕は一旦何もしないよ。いちいちこっちに来るんだね。じゃあ僕は左に逃げようじゃないか。そしてこのメットを取って、メット下からメットが取れないってことは楽をしようとするなってことだ。急がば周りの精神を大事にしろと、そう伝えたいんだよこの制作者さんは。ならその精神にのっとり、僕はここは急いで行く。急いで行ったら何を食べてんのかねこの丸々は。でも上に隠しブロックがあるかもしれない。叩いてみよう。あ今日も気持ち悪い実況だね。さあこの亀の甲羅を蹴るんですけど、一旦上の花を出しておこう。さっきはよくもやってくれたな花よ。くらえ、スーパーミラクルローリングサンダーシュート。見たか俺の実力を。もう俺に立てつくんじゃねえさ。はい、次行きましょう。さあ3つ目だね。一つ一つが短いから、長いか短いかよくわかんねえなこのコース。なるほど、ボム兵がジャンプした瞬間にジャンプだ。それでまんまみーや。じゃあここさ、タイミングよくジャンプしろみたいな感じかな。どのタイミング？このタイミングだ。うまっ。何もねえじゃねえか。右にジャンプしてみようか。オンオフ変わるんじゃない？ああこういうことだったのね。さあここでオンオフしていいのかい。上にはいけないからオンオフする必要がある。オンオフしてみたらパックンじゃ。やばいって、バナのサイクルが早すぎるって。5秒に1回ぐらいやられてんじゃない？じゃあオンオフした瞬間にすぐ左に逃げる。そして上にはいけないよな。右か左かどっちか落ちる必要があると思うよ。うわどっちだろう。こういうのめちゃめちゃ弱いんだよな。左だ、こっちで間違いない。ほっ、生きてる。じゃない。
なぜいつもこうなんだ。2分の 1K はダメだって。そういうの僕めっちゃ弱いんだからさ。次は右下降りてってみようか。こっちもやられはしないな。そして真ん中の方に行けばなんかあるみたいな。なんもなさそうな感じだったけど、あードクロリストがあってくれんのね。そして左上行ってみる。左上は何もない。オンオフしたらなんか変わるんじゃない。分かった。この音符から何か出てくる。そうだろう先作者、こっちから何か出てくると見た。いや絶対合ってるよ。でここは、え、上行けないんだけど、飛んで行けみたいな感じかな。一旦飛んでってみる。この状態で行って、あ、なんか当たったよ。当たったけど何も入れないんだよな。左を出発して右は、右行ったら土管に入った。オッケーオッケー、多分これで終わりでしょう。さあ次の場面に行こうか。次は黄色い土管へ参ります。皆様ご注意ください。何かが急に襲ってくる可能性があるからね。またドクロリュートか。ドクロリュートに乗って僕は常に右を出発。出せー、僕を出してよ。アーブロックとかいうそんなチンケなもんじゃなくて、このトロールコースから僕を出してくれ。さああの砲台乗れるのけ。絶対にいなくなるような気しかしないな。誰かかけてみよう。よしよしよし、なんだてめえ。さーていい具合にエンジンがかかってきたよと。壊れる3秒前、3、2、1、ペンペケペン。タイミング良すぎだろ。ここ本当になんもねえとか思わないじゃん。ここのキノコを取っていけっていうことだったのね。待て待て、キノコ様、僕は追いかけるよ。どこまでもな。右と左どっちだったっけ。キノコ確か右だったような気がするんだけど。よしよし、そしてこのハテナブロックを叩いてキノコを呼び寄せてくる。俺の記憶力をなめんじゃねえぞ。もう何もしてくれない。目の前のピンクコインを取らせてくれればそれでいいんだ。いい子だ。悪い子だ。シンプルでいいじゃない。隠しブロックなんか設置してくれちゃってさ。でもピンクコインを取ったからにはもう近いんでねえの。さあこの扉でゴールだと思うんですけど、どうなんだ。よしよしよし、さあ次の場所に行こうか。一旦休憩挟んでいいですか。カットなしで早く行け。もう休憩なんて僕いらないよ。何もしない、こいつがアイテムだ。よしよしよし、何もしないよ。やっぱ正義だね。そしてこれは鉄柱だ。あそこにボム兵か鉄球入ってるのは間違いないと思うんだけどな。見た目的にボム兵っぽい。じゃあ魚を見過ごしておく。こいつはボム兵なのかい。ボキャー、いろいろと落ちてきすぎなのよこのコース。初見じゃ絶対わからんて。何かが落ちてきた瞬間、わとかギャとか叫んでればなんとかなるって思ってる自分がいるって。それがゲーム実況者だ。さあここのキノコを取った瞬間左に逃げてみる。どっちを信用すればいい、ドクロリフトと普通のリフト。一旦ドクロに乗ってこのピンスイッチを押してみる。そしてすぐ上に逃げればエンド。まだ全然わかんないですね。ここはキノコを取って下のドクロリフトだけに乗ってみましょうか。そうすることによって先に進めるルートができませんですわ。考えろ考えるんだ。ドクロリフトに乗ってはいけない、ピンスイッチも叩いてはいけない。ならドクロリフトに乗って一旦下に降りてみようか。そしたら先にバカか俺は。誰か30年あげるからマジで教えて。全然わかんないこっからの生き方が。だがやれることは全部やる。まだやってないことはなんだ。ガリガリの上に乗る。なんかあったんだよなここ。それが何かだ。よーしよーしよーし、なんか怪しいと思ってた。ガリガリの中に何かあるの。ていうかこれヒントなんじゃない上に。あっまずい、え、合ってる。トッソに閉じ込められたと思ったらまさかの。多分左の土管は入れないんだろうね。これが正解だ。そうだろう。さあ中間ポイントのところで6枚目いきます。6枚目のドアは落ち着いてやっていこうかなと思ってます。あの鉄球が来るより早く右に行けと思うでしょう。でも僕は何もしない。このフラワーを取って左に行けば大丈夫さ。どうせこの土管は入れませんね。まずいまずい、油断したらすぐ絶叫しそうになる自分がいるわ。この6枚目だけは絶対にやる気なしキングを貫き通していく。下に降りてって、右になんか勝手に流されましたけど、こっちでいいんですかね。はい、落ちて落ちった。右に行ったら落とされるから途中でジャンプして先に進めっていう感じっすね。でオンオフをしてこの上に行けっていう感じなんじゃない。お、ピンコイン取るの早いな。やってねえじゃねえか。でもナイス反射神経じゃなかった。この鉄球が出てきた瞬間すぐ上に行けるっていう、僕を褒めてほしいね。でこれはギリギリで取ってすぐ土管に入ればこれで7枚目は終わりっていう感じなんじゃない。7枚目じゃねえ、6枚目か。さあ最後の場所にレッツゴー。これで終わると思うと寂しいですね。シールダーナインさん見てますか。シールダーナインさんのコースをやるとね、シールダーナインさん本人からたまにコメントが来るんですよ。もしコメント来たらそのコメント固定しておくからね。でバブルか、あ、これ
バブルに当たって無敵時間を利用してやっちまったー。ちゃんと上から当たろう。上から当たって無敵時間を利用してこの先に進めばいいのさ。さあ行くよ。そんなの反応できるか。マリオメーカーやってたらさ、たまに反射神経コースとかあると思うんだけど、それの激ムズバージョンとかやってみたいね。こういう理不尽なやられ方しまくってもいいからさ。ここあるんじゃないのか。あるね。分かってんだよ。僕を騙そうだってそう簡単にはいかねえぞ。これ実は下が正解とかそういうことはない。ないで、ね、じゃあ上に行こうか。そしてこのクッパクラン乗ったまんまでいいのかな。え、これビッコイン絶対無理だよ。このトランプジャンプなんてできるわけねえじゃんか。この四角の枠怪しい。一旦叩いてみようか。何が出る。はい、ちょっと待ってね。あ、うん、はあ、ね、土曜日は俺夜実況があるんよ。まあ終わったら連絡しよ。じゃあ多分9時ぐらい一応もうちょっと欲しい。土曜日と日曜日泊まるってことやね。今さ、いとこから電話かかってきて、親がコロナになったから土日泊めてくんないってきたんだよね。いいやいいや、全然いいよ。え、たったの200でいいの。なんするなんするっていう気持ちを抑えて電話口じゃ。あ、いつ。あ、いいよ、全然いいよ。っていう格好つけまくりって。いや、男の人それない？絶対あると思うよ。何もねえじゃねえか。だから彼氏がいる女性の皆さん、彼氏がそんなに喜んでなくても心の中はルンルンルンって喜びまくってる可能性があるから、あまり心配しないでください。さあこの場面は終わりだね。ラストの鍵扉の方に行こうか。いや、これで終わらせてくれるかな。7枚も集めたんだ。頼む、ゴールやってくれ。うわ、まだか。じらすな。この先にゴールがあるのか。え、これさっきの中間ポイントの場所じゃ。ああ、右の土管に入れっていうことで、多分ここでゴールなんだよ。なんかさ、死体級みたいな感じきてないこれ。え、これ何。あ、隠しブロックがある。え、これ全部出していけみたいな。うわ、めんどくさ。え、でも多分ね、シルダさんのコースって死体級後にゴールがある可能性があるから、多分この死体級をクリアすればゴールがあると思うよ。でもこれちょっとめんどくせえ。よし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 。そして、この右に行って、バネを抜けろっていう感じか。まあ、そんなに難しくないな。多分これ絶対ゴールがあると思うんだけど、登ってる時に左上、さあこのドクロリフトに、乗って、右の雲のところか。2パスあるね。このタイミング、どうだ。面白いの作ってくれるじゃねえか、シルダーさんよ。でもこんなのは全然ぬるいよ。数々シルダーさんのコースで鬼畜な C 待機をたくさんやってきたからね。その中でもこれはぬるい方だと思う。いや、ぬるくねえかもしんねえ。めちゃめちゃ難しい。待って、これ左下行ったらちょっとめんどくせえってことになるから慎重にやるわ。はい、で、ここも、はい、からの、はい、よし、オッケー。ジャンプしすぎないように、この雲のところに行けばいいんじゃない。そして右側に進めばゴールをさせてくれるのかい。どうなんだ。丸丸があるけど、ボブ兵もたくさんあって、ゴール見えた。ゴールさせてくれるか。あ、これゴールできる。さかりゃー。いや、コイン集め直しじゃなくてよかった。じゃあこっからゴール前まで行きたいと思います。下のブラパにめちゃめちゃ気を取られてた。じゃあここで魚を落とした後にゴールができるっていう感じなんじゃない。もう来ないよな。頼む。やっためちゃめちゃ長かったこのコース。でも本当にこの方はね、バグも何も使用してないのに素晴らしいトロールコースを作ってくれるから、マジでおすすめですね。めちゃめちゃ鬼畜だけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。簡単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 価格があるということで、まあ一つ言わせてもらおう。全然意味が分かんない。なんだこのコース名は。いや、コース名を突っ込んじゃいけないと思ってたんですけどね。突っ込む以外ないでしょこんなの。誰か意味わかる方ぜひ教えてほしいぐらいだね。そんでサムネを見ると、スタート位置の上に音符とパックンが設置されてるんだけど、多分あの音符から何か出てくると思うんだよね。だからそれを回避してゴールしろっていうコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.54%。 あの音符から出てくるのがブラックパックンとかだったらヤバくない？それだったら絶対にクリアできないと思うんだけどな。さあ何が出てくる。いや、出てきすぎやろパックンが。え、これ抜けれんのかな。いける。いや絶対無理だって。開始した瞬間右ダッシュしてみようか。あ、結構無敵時間あるんだな。右から2体目のパックンぐらいに当たったから、そこでジャンプすればゴールできるんじゃない。あれ
もちっと手前でジャンプか。この辺か。うわ、おっしゃ、ジャンプする場所を見つけなきゃいけないんだろうね。これはほんと地味な作業だな。ずっと同じ場面見せちゃうかもしんない。ただ一回ジャンプするだけなのにほんと難しいのよ。ただ僕がどんだけ苦労してるかみんなにも味わってほしいぐらいだね。だから今から全てノーカットでいきたいと思います。この苦労をみんなにも味わってもらおうじゃないか。シャガジャン入れようか。シャガジャン入れてなるべくマリオの面積を低くしよう。そうすることによって右に行けるんじゃない？普通のジャンプじゃ多分難しいと思う。多分ね、空中ちょ、きたー今ね、たまたま行けた風に見えたかもしんないけど、たまたまだね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。